では皆さん気合の試合のタイトルコールをいきましょう。いきましょうか。いきますよ。せーので、ワッチングスタート。
で今日ファースタが初めてワンマンライブを開催できるのは思うので、うんうん、今日はもう最高のライブにみんなで一緒にしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いみたいなのをやっていくっていう。はい、確認お願いします。リハーサルビデオで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、今日引き締めて頑張るので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。頑張りたいと思います。ステーキ。 This is steak。 今から囲み取材なのでちょっと緊張するんですけど、もう緊張の連続なのでもうちょっとメンタル強くして頑張りますよ。頑張ります。頑張りますよ。みんなでみんなが見ながら楽しめるようなダンスにしました。で、振り付けとかもこうサビのところとかはトリケラトプス強いっていうのがあるので、こうトリケラトプスの角みたいな感じでトリケラトプス強いっていうのがみんなでこう踊ってもらえたらなって思ってます。あとチョコビームのビームも一緒に出してもらえるとすごく嬉しいです。はい、チョコ曲を書いてほしいということで、お話をしてて聞いて、ワースターのチョコ曲ってなんだろうって考えた時にすごい悩んだんですけど、その時にコンビニ行ってたくさんのチョコレートを買って、そのチョコボールをこう眺めながら食べてたら、やっぱチョコボールのパッケージがなんかチョコビームに見えてきて、これじゃないかと。ワースターのちょっとグダグダですいません。ワースターのチョコ曲はチョコビームにしようってそこで思って作っていったんですけど、最終的にはゲーム音楽という感じにしていて、本当 RPG 全然わからなかったんですけど、RPG とは何かみたいなことを
まして、なんとかできた曲です。はじめまして、ワースタちゃんの衣装を担当させていただきました、世界で一番ピンクなクリエイター、木村のゆうです。はい、今回初めてですね、アイドルさんの衣装を担当させていただいたんですけれども、ワースタちゃんの初めてライブを見させていただいた時に、まさにアイドルとは戦う少女たちだなと思い、まさに戦う少女とは魔法少女のことだなと思い、今回の衣装は魔法少女をテーマに作らせていただきました。そしてですね、なんと私、衣装だけではなく勝手に皆さんのキャラ設定も作ってしまいました。じゃじゃーん。これはですね、ルカちゃんの衣装なんですけど、絵もルカちゃんの顔を見ながら描かせていただいていて、ルカちゃんといえばやっぱり歌姫なので、音を、自分の声を具現化できるという特殊能力があったり、こうロリチンピラっていう、ルカちゃんのキャラがあったので、攻撃力はもう最強の5000にしたりですね、いろいろ皆さんも、七瀬ちゃんは、リーダーなので時を操れるという一番強力な能力にしてみたり、あと、葉月ちゃんはぬいぐるみが好きなので、ぬいぐるみがたくさんあるんですけど、攻撃された時にぬいぐるみが葉月ちゃんを守ってくれたりとか、ミリちゃんはやはり卵の女の子なので卵が全体的についてたり、リリカちゃんはこんな風に食いしん坊ということで飴をたくさんついた衣装にしました。たくさんのですね、思いが詰まった衣装になっておりますので、そういう設定も読み解きながら、ぜひ、ライブの方を見ていただけたら嬉しいです。ワースタちゃんが世界に行くのを楽しみにしてます。まだ泣いちゃダメ、ダメ、まだ泣いちゃダメだよ、早い、ワースタ行くぞ。泣いてダメだよって言っときながら、初披露の時一番で泣いてる。声でなくなりそう。広川かけなれ。直したら。なんか広川声がおかしくない。はい、頑張っていくぞ。はい、すごい、ありがとう。
は本当に寂しい。いつも寂しいけど。いやこれは寂しい。て景色が寂しい。あんな人いたんだなって思う。なんかでも今回なんかお知らせがありますとかも何も言ってなくて、別にあの告知するときにこのライブの、なんですけど今日めっちゃメジャーデビューとかそのデビューアルバムとかあと海外でライブが決まったこととか結構新曲新章だったりとかめっちゃ盛りだくさんなライブで、もうなんだろうな、今のワースターを全部出し切りました。本当にもう包み隠さずだよね今やっとお知らせできて、もう今ワースター隠し事なんもなくて、そうよそうやで、やっと言えて、ほんと MV のこと早く言いたくてずっと早く早くって思ってやっそう今日でした。よかった、本当に楽しかったです。あのデビューおめでとうとかたくさん言ってもらって幸せです。おかげです。本当にリリル全員地域行けるの嬉しい。いや嬉しい、本当に嬉しい。早く行きたいって言ってたからね。嬉しいです。これからも皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。本当にありがとうございます。本当にワンマンありがとうございました。最高、イエーイ、ワンシップイエーイ、最高終わり方雑バイ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 、ありがとう。本当に見上げてきたんですよ。またいたそうか、見上げてきたのね。仕方ない、腰が足りないんだもん。あと1ヶ月ぐらいあと1ヶ月後じゃあ卒業式終わって、あの入学式までの間って何て言うんですか。中3って一般人。4月の1日から年度が変わるから。新高1って言うね。違うよ、一般人だよ。無職無職どこにも中3からやばい、無職になります。あと1ヶ月で、はい、イエーイトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥスートゥルトゥトゥ。朝の6時ぐらいからほぼ食べてないけど。はい、ワスタの初ワンマンライブ終わりました。イエーイ。いやもう寂しい、寂しいし、もう、ね、感謝の気持ちしかない本当に今。ありがとうっていっぱい言っちゃうけど、もうありがとうが出てくる。でもありがとう以上の言葉があればそれを使いたい気持ち。まあね、本当に本当に皆さんいつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうさっきね、うん、ステージたまたま通ったんですけど、うん、もう人がいなかったのがもう寂しすぎて、ね、なんか考えられないよね。なんかいっぱい、でもなんか正直リハはすごい緊張してて、うん、でもなんか本番になるとお客さんが入った途端に安心した。なんかお客さんが楽しそうにしてくれたりとかしてくれるの全然気持ちが違ったよね、うん、パワーもらえたよね、うん、この人から、うん、本当になんかこんなに違うんだなって思ったら、ね、なんかその力があると、うん、だから本当にファンの方があってのライブの空間なんだなって思ったし、うん、もう本当にね今日迎えられて幸せです、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこれ新衣装なんですけど、そうなんかね、ウルトラミラクルクルのヒラメとね、そうそうそう、ウルトラミラクルクルファイ、ウルトラミラクルクルファイナルアルティメットチョコビー。みんなね結構ファイナルを忘れるんで、ファイナルアルティメットチョコビー、みんな覚えて覚えて、ウルトラミラクルクル、結構ね楽しそうにみんなやってくれて、嬉しいね。これからもね愛される曲になってますね。そうだよね、それを言いたかった。いいこと言ったな。今日もたくさんお知らせしたからさあっさりだいぶまったり悲しい。あっさりあっさりじゃない、あっさりあっさりあっさり、あのリーダー悲しいな。リリカの感動がいいよ、長いちょっと長い、じゃあ言いたいこと言う、うん、今日たくさんお知らせしてメジャーデビューとかね、あのデビューのアルバムとか海外で上海でイベントに出演させてもらうこととかお知らせしたんですけど、これも全部ファンの方が、ね、応援してくださったおかげなので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一緒に喜んでてくれた、めっちゃ嬉しかった。嬉しかった。握手会とかもすごいおめでとうが多くて、おめでとう、ありがとうって。確かに行くよ上海、ついてくよって、あー幸せでした。いただきました、いただきました、ありがとうございます。もうね、来月もまた1周年記念ライブもあるので、それに向けてまた頑張りたいと思います。今日本当にありがとう、ありがとうございます。